はい、森宮野原駅に来ました。こちら見てください。 JR 西日本最高積雪地と看板があります。積雪が7メートル85センチ、昭和20年2月の10ちょっと見えないですね、2月の10、12かな。このような看板のもと、多分ちょうどあの看板自体がもしかしたら7メートル85なんかな。でも今日もそれに負けんぐらい雪がありますね。ここほぼ雪の壁になっています。今上り線の電車を待っている最中です。こんな感じになって、はい、ここに妻さんと一緒に乗っているんですが、田中坊飛び出してきました。こんな感じでずっとこの列車頑張ってくれとるな。すごい雪やな。ちょっと背比べしに行ってみます。雪もすごいな、ほんま。遮断機もこれちゃんと降りるんかな、ギリギリ降りるようになってるんかわからんけど、よいしょ。今これ田中坊の身長こんな感じですが、映ってるかな、僕の体がこの辺、この辺1メーターは絶対あるな。1メーターはあります。もう映っとんかな、これ。こんな感じでこの高低差があります。腹なので取るな。はい、そしてこれ多分除雪車で綺麗に雪が書いてあるんで、この断面がこうパソッと割れたように、すごいな。そしてレールがもう埋もれていますね、このように。はい、お茶を持ってきたんで、ちょっと今の間お茶を冷やしてみようかな。ここでちょっと待ってください。すごい雪やな、ほんまに。雪爽健美茶、うわ、あかん、埋もれていく。この中に爽健美茶今ちょっと冷やしています。すごい、皆さん記念撮影多いな。ちょっとどけてみようか。はい、このようにいっぱい撮影にも来られています。はあ、もうあそこの踏切なんか埋もれてもうとるな。すごい手形、田中坊の手形つけとこう。よし、オッケー、よし。ちょっとこの冷やしたやつを取りたいと思います。さあ戻ろう、戻ります。お、踏切が鳴りました。遮断機が降りるようです。お、降りる、ちゃんと。おお、おお、大丈夫か。姉ちゃん、これから離れてください。離れて、離れて。はい、危ないよって注意されていますね。はい、列車が行きます。はい、2両編成で入ってきました。よっ、ちょっとしゃがんでみましょう。この上り列車を待っていました。はい、ではこちらの田中坊たちの十日町行きも発車すると思うので乗ります。ありがとうございました。終わります。